まあ、後にね、逮捕されちゃうんですけれども、まあ、それは置いといて。はい、どうも皆さん、こんにちは。西健パンチャンネルの西健です。今日なんですけれども、私がこの飲食業界に入ったきっかけ、パン職人になったきっかけですね。それは、ラーメン30杯だったという話をしたいと思います。皆さんね、この視聴者さん、皆さんは、仕事をされている方がほとんどだと思いますが、皆さんはね、どのように今の仕事を決めたでしょうか？なんかきっかけはありましたでしょうか？それはね、私にとっては30杯のラーメンだったというね、衝撃的な事実でございます。はい、なぜ私がね、今みたいに各国を転々とするパン職人になったかというね、話を、高校時代からの話をね、交えてお伝えしたいなと思います。はい、私ね、一番最初にアルバイトをしたのが、地元のラーメン屋さんでした。私が高校3年生の時ですね、高校はアルバイトが禁止だったんですけど、こっそりね、アルバイトをしてました。で、どうやって決めたかというと、単純に、飲食がまあ好きだったというか、飲食業界で働いてみたいと思ったからですね。で、面接は本当にね、なんか会話みたいな、おしゃべりみたいな感じで、すんなりと、採用してもらえたんですけれども、で、本当にね、休日はもう親子連れから、学生から、もうラーメンマニアまで、もう幅広い層がね、休日にはもう幹線道路沿いまでね、行列ができるような、本当に有名店で、名物はね、背脂ラーメンでした。皆さん、背脂ラーメンってご存知でしょうか？もう油ぎっとりのね、真っ白い油がすごい浮いてて、もう旨味がすごい。ちょっと甘くて旨味がすごいラーメンみたいな感じなんですけれども。そしてね、店主はね、本当にラーメンバカというかね、ラーメンの情熱に溢れた、もう厳しい優しい人で、地元のね、ラーメン屋でアルバイトを3年間、合計でね、3年間したわけでございます。で、30杯のラーメンは何なのかっていう話なんですけれども、地元新潟県には小町っていうね、情報誌があるんですよね。月に1回ね、出る情報誌があって、それに毎年1回ラーメンスタンプラリーっていう企画があるんですよ。で、これは3ヶ月の間に30店舗違う、それぞれのね、違う30店舗でラーメンを食べて、そのスタンプを集めると、ラーバカ、ラーメンバカっていうね、称号がもらえるっていう。これに、認定されると、10杯のラーメン無料券とタオルがもらえるっていう、そういう企画があるんですね。で、これに、挑戦しました、私、その頃。専門学校1年生か。その時は専門学校1年生。パンの学校に通いながら、このラーバカをね、なんとかして達成してやろうと、思ったわけでございます。そして、これ結構過酷で、同じ店舗被っちゃいけないんでね、いろんな店舗に行かなくちゃいけないんですけれども、その当時行った日で、1日4食ぐらい食べてましたね、ラーメンを。本当に体に悪い。学校の昼休み、学校が終わってからバイトまでの間にもう1回食べて、で、バイトで食べて、で、バイト終わった後に、まあ、2軒ぐらい行くみたいな日もありました。で、こういう風にしてラーメンにハマっていったわけでございます。結構ラーメンっていうのは、一杯食べるとお腹いっぱいになるじゃないですか。なんで結構、フードファイター的なね、厳しい生活をしてましたね、その頃は。で、やっぱり新潟県って、本当にラーメンがね、有名なんですよ。皆さん知らない人のために、まず、ラーメンは何種類かあります。味噌もあるし、豚骨もあるし、醤油もあるし、そういうね、背脂みたいなのもあるし、本当いろんな種類がね、新潟県には、あります。で、それぞれ本当に特色があるんですね、それぞれのラーメン屋さん。まあ東京も同じだと思いますけど、新潟はもっとそれ以上にバリエーションが豊かなんですよ。で、やっぱりね、そのね、30杯ラーメンを食べて思ったことっていうのは、やっぱりね、新潟県のそのプライドみたいなのがありますね、やっぱり。ラーメンに対する情熱、プライドっていうのが、やっぱり歴史のある食べ物なんだなというのがね、思います。やっぱりそのラーメン屋さんにはもうそれぞれね、やっぱ個性が滲み出てるし、同じラーメン一つとっても、もうあれだけね、バリエーションがあるっていうのは、やっぱ食べ物ってね、面白いなって思いながら、ラーバカをね、目指してましたね、その頃は。で、そのアルバイトをしながら何を勉強したかなんですけれども、ご飯をね、作ったり食べるっていうことが、やっぱり好きっていうことをね、その時に思ったんですよね。なんかご飯を誰かに作る。自分でご飯を食べるのもそうだし、誰かに作ってあげる。っていうのが本当に、あ、面白いなって思ったのが、きっかけですね。やっぱり今となってはこうやってパン職人になってるのは、その体験がでかかったのかと思います。でね、その当時ね、同じ学校だった女の子も、同じね、ラーメン屋でバイトしてて、その子は早めに俺よりも早く入ったのかな。結構早めにやってて、俺は後から入ったんですけども、で、最初まず何から始めるかっていうと、調理補助かホールなんですけども、男は大体調理補助をやるんですね。で、調理補助何やるかっていうと、まずね、サイドメニューを作る。皿洗いをしながらサイドメニューを作るっていうことをまずやります。
で、私ある日ね、チャーシュー丼のね注文が入ったんですよね。チャーシューの一丁みたいな、チャーシューの一つお願いしますみたいな言われて、はいっつってチャーシュー丼作るじゃないですか。で、それをその女の子見てるじゃないですか。俺のちょっと見えるんですよ、厨房がね、見えるようになってて、厨房からちょっとこう見えるようになってるんで、まあ、その女の子見てるんですね。で、西健チャーシュー丼作ってる時ほんと生き生きしてるよねって言われたんです、その時。あ、その時も俺西健って言われてて、もう常に西健なんですけど、俺小学校の時から。で、西健、本当にチャーシュー丼作ってる時楽しそうだわ、みたいなこと言われて、あ、やっぱ俺なんかそういう素質あんのかなと思って、自慢げにね、すごい、これ見よがしにチャーシュー丼を作ってたっていう記憶があります。はい、で、そのね、店長なんですけれども、本当に情熱あふれる人で、製麺所を構えて、夜な夜なね、もう製麺に打ち込むっていう日々を送ったんですよね。最初は袋麺だったんですけれども、本当に、どんどんね、熱を帯びてくるにつれて、製麺所まで構えて、夜な夜な製麺をするっていうね、本当に、ラーメンバカで。でね、その頃からですね、やっぱり粉物っていうのはなんか繊細だなと思ってましたね。やっぱ梅雨とか、暑い日とか季節が変わると、麺の状態っていうのも結構変わってくるんですよね。なんかベタベタしてたり、なんか粉がなんかすごい粉っぽかったり、麺同士がもうくっついちゃってたり、やっぱね、そのコンディションによって、あ、なんか作るの難しそうだなって思ってた記憶はあります。で、そういうね、粉に本当に対峙する店長を見て、で、俺もね、負けてらんないんで、そのね、日の学校で作ったバゲットとか、学校で作ったパンを、バイト終わりに持ってって、バイト先に持ってって、食べてもらったりした時の、店長のね、反応がね、本当に忘れられない。粉の旨味がするみたいなコメントを返してくれるわけですよ。いや、そうするとね、パンとラーメンとはいえ、同じ粉物なんで、やっぱりね、通ずるものがあるというか、会話がね、なんか成り立ってる感じというか、なんかいいなって思って、その頃から本当に飲食がもう大好きになってきました。まあでも後にね、ちょっとやらかして店長逮捕されちゃうんですよね。まあそれは置いといて、もう今でもね、新潟に帰ったらもうすぐにでも会いたい、店長の一人でございます。本当にね、優しくて情熱あふれて、ああいう人本当に大好きです。でね、結構ね、体育会系な部分もあって、もう声出さないとやっぱりね、ダメなんですよ。ラーメン屋ね、元気がもう命なんで、もうお客さん入ってきたらもう、いらっしゃいませー、みたいな。はい、どうぞ、いらっしゃいませー、みたいな感じで声出して、ラーメンが入ったら、はいって言うんですよね。はい、はいよーみたいな感じで声出しながら、もう超賑やかな感じで、店内で本当に楽しく、バイトをしてたっていう記憶があります。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今日はね、私がなぜこの各国を転々とするパン職人になったのか、そこの裏には30杯のラーメンがあったというね、話をしました。やっぱり、ね、30杯もラーメン食べるとね、やっぱラーメン好きになりますね。食べ物は違えど、やっぱそこには通ずるものがね、あるんだなと思いましたね。普段はパン作りに関する技法や製法をミラノライフとともに詳しく、楽しく発信してますので、ぜひね、興味のある方は概要欄や、関連動画から見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。